こんにちは、ギタリストのジュジです。今回ですね、ギターソロだったりとかギターの早弾きが少し楽になる薬指の鍛え方っていうのを紹介したいと思います。ちょっと短いフレーズ でルーティン的にやるとかなり効果あると思うので、なので皆さん一緒に薬指を鍛えてギターソロとか早弾きとか攻略していきましょう。では早速いきましょう。どうぞ。今回はですね、薬指を鍛えていく、まあ、フレーズみたいなのを紹介させていただいて、ただの何て言うのかな、基礎練というよりかは、まあ、実践のペンタとか要はアドリブでも使えて、まあ、さらに薬指を鍛わると、で、まあ、短いフレーズでやりやすいっていうのが一番だと思うので、まあ、それを紹介していきたいと思います。では早速ですね、こちらの楽譜をご覧ください。 E マイナーのペンタのフレーズになるんですけれども、バックのフレーズを繰り返すだけで、以前その上げた動画で、まあ、薬指と小指を鍛えるってやつがあって、まあ、あれってどちらかって本当に鍛えてより指を動くようにしていくっていうようなもので、まあ、どっちかっていうと本当の基礎練のフレーズって感じだったんですけれども、これはね結構実践でも使えるんで、まあ、鍛えつつ薬指鍛えつつ、まあ、さらに実践でも使えてっていう一石二鳥かなと思っております。でやっぱりギターやっていく上で早く弾いたりとか、まあ、普通のフレーズ弾くのでも薬指と小指って結構力弱いから、まあ、しっかり鍛えていくといいんじゃないのかなと思うんですね。なのでぜひですね、日頃の練習で取り入れてみてほしいんですけど、まあ一回やってみますか。こんな感じですね。ポイントなんですけれども、まあ、鍛えるのが目的なので、その反復で結構長い時間こうやるといいんですよ。でやっぱこれも同じで、まあ、以前紹介したのと同じで、やっぱちょっと張る感覚があるぐらいやった方がいいですね。要は乳酸が溜まってるなみたいな感じになるぐらいまでやることによって効果があります。基本的になんかここら辺って本当筋トレとかスポーツ的な感覚に近いのかなと思ってて、全然手も腕も偉くない状態で終わっちゃってもあまり効果が期待できないので、お疲れるなぐらいの感覚があった方が必ず効果が出てくると思います。まあ今やったのはこういいのね、このペンタの中のポジションでやった感じなんですけれども、まあ、これパターンとして考えてもらって、まあ、いろんなところで別にご自身のやりやすいところでやってもありだと思いますね。例えば別にこの1個上に上げたりとかして、まあ、ブルーノート的なスケールでもいいんですけど、こんな感じで別に場所っていうのは問わないというか、なるべく自分のできる限界のスピードで反復してやるって感じですね。パターンとして今やった2個のやつは別に同じような感覚で弾いてるって感じですね。なのでまあ場所は本当にいろいろご自身の弾きやすいところでやっていただくといいんじゃないのかなと思いますね。やっぱり結構やってる疲れますね。まあ、どのぐらいかな、30秒ぐらいとか、もし可能ならやってみてもいいのかなと思いますね。それを3セットとかが結構おすすめなんで、ぜひ皆さん試してみてください。必ず効果は出ると思います。薬指鍛わると思います。まあ、薬指は鍛わると、例えばバーコードだったりとか、普通のコードとかでも、かなりいい影響が出ると思うので、まあ、ぜひぜひ試してみてください。以前にその薬指と小指のこれのより基礎的なやつで鍛えるっていうのも挙げてるので、まあ、概要欄の方に貼っとくので、ぜひ見てみてください。で、まあ、今回薬指だったんですけど、小指バージョンっていうのもちょっとまた動画出したいなと思うので、ぜひぜひ、チャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しく思います。いかがでしたでしょうか。まあ短いフレーズなので、皆さんぜひ日頃の練習に取り入れてみてください。必ず効果は期待できると思うので、僕も結構ねウォーミングアップで毎日やったりしてます。まあ、今後もどんどんですね、こういった動画上げていきます。もう本当にありがたいことに2000人登録者いきそうな感じなので、まあ今月下旬か来月頭ぐらいちょっとライブ配信やりたいなと思ってて、まあ、ちょっと皆さんとお酒飲みながらギター弾
きながらなんかお話できたらなと思っているので、ぜひぜひお待ちいただければなと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、見ていただいている皆さん、いつも本当にありがとうございます。皆さんの登録だったり高評価がすごいこの YouTube 動画の作成の励みになっているので、すごく嬉しく思っております。ではでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。